今日はですね、可愛いミッフィーグラスに添い添いだミッフィーファイボールでお送りしていきたいと思います。はい、ということで今回のレシピ、なんと包丁使いません。サバ缶の水煮、生姜、基本の材料はそれだけです。サバ缶開けていきたいと思います。はい、サバ缶ガチャーっと開けていくとサバがあるんですよ、これね。このまま食べていただいてもめちゃめちゃ美味しいんですけども、塊になってますんで、ちょっと水気を切りながらこれね、入れていきますね、こっちにね。残った汁はね、すっごく美味しい汁になってるんで、これね、魚の出汁がすごいんですよね。でも誰に申し上げたことないんだけど、サバ缶の汁ってね、日本酒ね、ちょっとね、まあ、3対1ぐらい。七味唐辛子、これね、日本酒と合わせた出汁ここに入れます。このまま電子レンジ1分30秒とかかな、2分ぐらいでもいいかもしれないけど、やっぱ1分30秒でね、ちょうどいいね。サバ酒、最初に七味振っちゃったんですけど、最後にちょっと七味振っていただいて、いただきます。あー、たまらん。これね、塩、あー、たまらん。味は、サバ汁の2倍の量の日本酒ですね。日本酒はあんまり癖がないくて、旨味の強いものがいいですね。冬より最高。なんで今夏なんだ。ヒレ酒に勝てるのはお前しかおらん。うますぎる。今日はこの動画でいいんじゃないかな。ダメですか。別にいいよ。うん、サバ酒これめっちゃ合う。サバの汁も全部活用します。食品ロス撲滅リュウジです。ということでですね、本題に入っていくじゃん。前置き長くてね。はい、リュウジのバズレシピ。サバなんですけども、これね、手でいいので一口大にこう崩してあげましょう。割っていただいて、これぐらいですよ皆さん。一口大に崩してあげましょう。ちょっと大きいのに移します。はい、生姜ですね、 5g ぐらい。生姜ね、皮付きのままで、皮付きだとですね、非常にね、香りがいいんでね。白だし、これで少しね、香りと味付けをしていきます。小さじ1と半分ね。あえる際はね、優しく身を崩さないようにあえてください。もうさっとでいいです。これは揚げていきましょう。小さめのフライパンです。で、ここにですね、油なんですけども、だいたい1センチぐらいね、ひたひたじゃなくてもいいです。片栗粉、はい、適量。サバね、水分があるから、衣結構くっつきます。厚めで大丈夫ですから。中火で温められて、シュワシュワいってきたぐらいでね、透過していきますからね。中火にしてくださいね、これね。粉つけるときにね、ちょっとね、水気切ってあげる。周りを温めて転がして揚げていきます。そして残ったね、これはね、切ないんですよ。なので、うわ、今日はサバのフルコースじゃい。周りがカリッとなればもう食べれますので、うまそうですね皆さん。はい、そしたらですね、表面がカラッと揚がればもう大丈夫ですので、裏切りを切ってキッチンペーパーに乗せていきましょう。さっきのサバ缶をもりもりもりしていきます。レモンですね。はい、こちらでどうでしょうか。サバ缶で作るサバ缶の塩唐揚げの完成です。はい、それではできちゃったでした。それではありがとうございます。お願いします。あー、サバ酒も残ってるんだけど、唐揚げじゃん。やっぱハイボールも必要だと思うんですよ。なので、ハイボール、親ハイボールをしていきます。 YouTuber 料理研究家としてね、ダメでした。炭酸が入る余裕がないってね。いただきたいと思います。いただきます。お、おうまっ。なんぞこれ。レモンちょっとやっていいっすかね。レモン、これやばいわ。超ジューシー。衣がしっかりついてるので、ザクっていう感覚がね、最初にきますよね。
大原に船頭の台所っていうね、そこにね、フグのヒレ酒っていうのがあるんですけども、相当うまいんですけど、匹敵するぐらいうまいね。生姜の香りがふっと香るから非常に高級感がある。流行るで、これハイボール。あー、たまらん。サバだけ、サバ缶一缶でこんな楽しんでいいのかなっていう感じですね。ぜひ皆さんにやってほしい。そして僕と一緒に優勝してほしい。これ止めてもらっていいですか。ああ、ということですね。いや、今ほんとボルトでフルになっちゃってるんですけども、塩からのこのサバ酒、今日おつまみ多いね。酔っ払っちゃうな。私を酔わせてどうしようっていうのかい。